り上がる。おー、ナイスボール。いいね、さっきのより。変えな、こっちに。自分のクラブ言ってなくて。そうよ、ネックス。はい。で、それがいいんじゃないですか。なんか、軽く触れてるし。こういう強いアゲンストの時とかって、なんか意識することってありますか？力まないこと。ああ。結構なんか上げてるから、長いホールとかなんか飛ばしたいとか思っちゃうと結構力んで曲がったりしやすいと思うので、まあいつも通り振れるのが一番いいですね、うん、なんか風のせいで別にクラブが動いたりとかしないですよね多分。それはないですけど、ね、でもなんか、まあ、今年1年間アメリカとか、はい、まあ、他の国ももちろん行ったんですけど、はい、アメリカでやってて基本風が強いんですよ。でもうなんかずっと吹いてる感じで、はい、それでなんだろう、こう上げようとした時にすごいアゲンストでなんかふみたいな感じでなんかこっちに動きそうな、クラブが持って帰そうになった時は結構ありましたね。新しいやつでしたっけ？そうです。そう。てかユーティリティタイプのやつでいきます。しょう。いいじゃん。おー、ナイス。120ピッチングででかい。もう上げた。ちょっと伸びていきましたね、球ね。つま先上がりだったんで、はい、短く持った分よりかなと思ったけど、さらに飛んだ。意外とそれは影響されなかったです。はい、あー全然怖くない。おー、ナイス。あー、あー、どうなんですか、ヨネックスパターは。すごいです。ただまっすぐ引いてまっすぐ下ろすだけで、ボールがまっすぐ行きます。1メートルぐらいのパターは外さなさそう。いや、それこのメーカーの人はそのまま言ってることまんま言ったやん。今言わされたでしょ。言わされてないですね。そう思ったからそう言ったんで。1メートル以内のパターすげえ入りそうって。まっすぐ曲がらない。ドライバーティス曲がってもまっすぐ曲がる。そう、チーピンとかじゃなくてまっすぐ曲がる。曲がっても、まあ、曲がるのは腕が悪いんです。私の腕が悪い。
しょう。高い。風があるね。おー、いった。あれさん、左にキックした。ナイス。ペチンって言った。うん。こんな左行った？普段ゴルフ試合の時も。変な質問の仕方になるんですけど、独り言は多い方なんですか？独り言多いですよ、みっちゃん。独り言、うん、試合の時はでも少ないかも。あ、試合の時誰かいると喋りたくなっちゃう。喋ってください。どうなんですかね。試合の時に独り言言えたら結構無敵感ありますよね。気持ち悪いですよね。落ち込む時はめっちゃ落ち込んでますけど。あ、基本こういうプライベートのラウンドはずっと喋ってます。うん。でも喋るの好きなんですよね。うん。
どう、ちょ、枝？いや、これです、こういうの。あの、ぼ、おー、もっきい。おー、おいしい。まっすぐ行きましたよ、うん、うん、まっすぐ行った。